ご視聴ありがとうございます。前回からの続き。今回は、後に歴史的な出来事になる、ハドソンと任天堂のライセンス交渉について、ご案内します。1983年の、冬、ハドソンはファミコンの開発環境も、整い、いよいよ任天堂との交渉に、臨むことになる。この任天堂との交渉が、それ以後、家庭用ゲーム機の30年以上にも上る、ビジネスモデルになるとは、任天堂にとってもハドソンにとっても、思いもよらないことだった。ハドソンと任天堂の交渉。ハドソンと任天堂は、シャープの仲介でファミリーベーシックの、開発を、行っていることもあり、ファミコンのゲームソフト発売についての、交渉の場を設けることは、予想以上にスムーズに行われたんだ。ハドソンは任天堂との交渉のため、任天堂の本社に訪問することになる。ハドソン。任天堂さん、この度は、お時間をいただきまして誠に、ありがとうございます。いえいえ、ハドソンさん、わざわざ札幌から京都まで、ご足労をおかけしてしまい申し訳ございません。御社からの事前のお電話で、ご用件はお聞きしているのですが、何でも、弊社のファミリーコンピューターの、ゲームソフトを開発したいとのことで。そうなんですよ。弊社では、すでに、御社のゲームソフトを制作できる環境も、準備できているんです。そうですか。さすがハドソンさんですね。それで、改めてご相談なのですが、ぜひ、御社の家庭用ゲームの、ソフトを開発させていただけないでしょうか。うむ。それは、問題ありませんよ。そうですか。ありがとうございます。弊社の家庭用ゲーム機の、ソフトを制作いただくということは、ありがたいことです。うん。そうなりますと、御社に少しご相談があるのですが。と言いますと、我が社のファミリーコンピューターで、ゲームソフトを発売していただくとなると、少しばかり、ゲーム機本体の使用量として、ゲームソフトの販売本数に、応じた手数料をいただきたいのですが、その辺は、いかがでしょうか。もちろん、それは構いませんよ。それで、いかほどの手数料でしょう。そうですね。ハドソンさん。これくらいでは、どうでしょう。うん。わかりました。それなら手数料をお支払いしましょう。ありがとうございます。それでは、契約成立ということで。はい、よろしくお願いします。あ、そうそう。あと一つ、ゲームソフトを販売する上で、解決しておきたいことがあります。なんでしょうか？はい、弊社のファミリーコンピューターの、ゲームソフトは、自社内の工場で生産させて、いただいているんですよ。そのために、ゲームソフトであるロムの製造が、必要になりますので、御社と弊社とで、ゲームソフトのロム製造について、条件を話し合う必要がございますね。ゲームソフトのロム製造ですか？はい、おそらく御社は、ゲームソフトの製造工場は、持ち合わせておられないと思いますので、弊社の方で、製造させていただくことになりますから、それに、製造後の販売先についても、弊社は、長年おもちゃ業界で、商いさせていただいておりますので、ハドソンさんに、販売先もご紹介させて、いただくことも可能だと思います。それは、ありがたいですね。そうなりますと、ロムカセットの製造費用を、どうするのかを決める必要があります。ロムカセットの製造費用ですか？はい、御社のゲームソフトを製造してから、製造費用をいただくのでは、ちょっと弊社の社内調整が、難しそうなんですよ。なるほど。それで、御社にご相談なのですが、御社が発売するゲームソフトの、製造本数費用の半金を、先にいただきまして、それから、ロムカセットの納品時に残りの、半金をいただく形は、いかがでしょうか。なるほど。わかりました。そうしましたら、その条件で弊社はゲームソフトを発売させていただきます。こうして、ハドソンのファミコンへの参入が決定したんだ。この時、任天堂とハドソンが契約を交わした条件とは、ハドソンからファミコン用のゲームソフトを制作しても構わないということ。ゲームソフト1本につき、任天堂に手数料を支払うこと。そして、制作したゲームソフトは、任天堂が製造し、製造費用は、製造前にゲーム本数の半額を支払うこと、そして、残りの費用は、製造後に支払うという条件だったんだ。任天堂からハドソンに対して、どんなゲームを作る予定なのかなどは、全く問われなかった。ハドソンとの交渉は、任天堂にとっては、ファミリーコンピューターの発売した頃は、自社のみでゲームソフトを発売していく、予定だったため、ハドソンから突然、御社の家庭用ゲーム機の、ゲームソフトを、作らせてください。との提案は、寝耳に水の出来事だったんだ。そのため、任天堂は、他社からのファミコン参入については、全く想定していなかったんだよ。そのため、
一番最初にファミコン参入に手を挙げたハドソンは、有利な条件で、任天堂と契約を結ぶことができたんだよ。有利な条件？そう、ハドソンが、後に参入する会社より、有利に働いた条件は、主に二つあるんだ。一つ、任天堂へのゲームソフトの、手数料を、低く抑えることができたこと。二つ目は、年間に発売できるゲームソフトの、本数制限がなかったことなんだ。その後、任天堂は、ゲーム会社に年間本数の、制限など、ファミコンのゲームを発売するには、厳しい制限が取られていくことになるんだよ。ハドソンの参入を見ていた、アーケード業界の雄であるナムコも、ファミコンの独自解析によって、ファミコンに参入することになるんだよ。ゲーム会社のタイトーやコナミ、アイレム、そして、ジャレコなども追随し、その後、多数の会社がファミコンに、参入してくるようになるんだよ。そして、ハドソンを皮切りにサードパーティーが、参加し始めた84年以降、ファミコンのゲームの発売本数は急上昇。こうして、任天堂のファミリーコンピューターは、黄金時代を迎えることになる。83年冬のハドソンと、任天堂との交渉が、それ以後の30年以上にも上る、家庭用ゲーム機のビジネスモデルを、作ったんだよ。歴史の F、任天堂との交渉が、決裂していたら。ねえ、これはあくまでも、仮説なんだけど、もし任天堂との交渉が、決裂していたらどうなっていたんだろうね。もし、任天堂が、ファミコンのゲーム制作は自社のみで行い、他社のゲーム発売は認めないとなった場合、どうなっていたんだろうね。そうだね。これは歴史の if だけど。もし、ハドソンと任天堂との交渉が、決裂した場合、どういう世界になっていたのかを、イメージしてみるのも面白いかもしれないね。当時は、家庭用ゲーム機メーカーにとって、ゲームソフトを自社だけで発売していくことは、当たり前のことだったからね。任天堂も、ハドソンが登場する前までは、自社のみでゲーム制作を行い、毎月のようにファミコンゲームを、発売していたからね。任天堂が、ハドソンからの申し入れを断るという選択も、ありえないことではないんだよね。任天堂とハドソンの交渉が、決裂した場合、世界線はどう変化したんだろうね。ちょっとここで、もしハドソンが、任天堂にファミコンへの、参入を断られた場合の、世界を、もしもの世界としてご案内します。別の世界線。任天堂とハドソンの交渉が、決裂した世界。ハドソンの社内会議。意気揚々と、ファミコンの参入を決意したハドソンだが、任天堂との交渉は決裂してしまう。そこで、ハドソンは会議を開いて、今後の方向性についての、話し合いが行われた。社長、任天堂との交渉は、どうでした？それが、任天堂から、ファミコンゲームは自社のみで、発売するから、他社からの、ゲームソフトの発売は認められないと、言われてしまったよ。そうですか。交渉決裂ってことですね。そうなんだよ。まあ、日本の家庭用ゲーム業界では、第三者のゲーム会社が、ゲームを発売するという、先例がないからね。困ったな。どうしよう。社長、別に、任天堂の許可は、必要ないんじゃないんですか？え？冷静に考えてみると、僕たちがソフト作ってきたパソコン業界では、パソコンメーカーにわざわざ、販売許可を求めることは、ないですよね。まあ、確かにそうだな。例えば、シャープの X1 シリーズの、ゲームソフトを発売するかなって、わざわざメーカーに販売許可を、お願いするなんてしないですよね。なるほど。パソコン業界の常識から考えると、わざわざ、任天堂に販売許可を、求める必要はないわけか。そうですよ。なんで、パソコンソフトが発売できて、家庭用ゲーム機だとダメなんですか。おかしいですよ。僕たちには、すでにファミコンのゲーム開発環境も、揃っていますし、いつでも、ゲーム制作できますから。パソコン業界のように、ゲームを開発して、販売しちゃいましょうよ。確かに、そういう考え方もあるな。ゲームロムの製造も、なんとか銀行さんを説得して、資金をかき集めればなんとかなるし。販売先も、営業に頑張ってもらって、小売店を開拓すればなんとかなるだろう。まあ、経営が安定するまでには、1年くらいは辛抱する必要があるが、不可能じゃないな。よし、こうなったら、一蓮托生、ご越同衆だ。ファミコンに参入するぞ。参入するぞ。ということで、任天堂と交渉が決裂したハドソンは、独自に販路を開拓してファミコンゲームを、発売し始める。パソコン業界では、わざわざパソコンメーカーにソフトの、発売許可を求めることはないんだよ。パソコンメーカーからすれば、ソフトをたくさん発売してもらった方が、パソコンの販売台数が、伸びるわけだから、逆に、喜ばしいことなんだ。ましてや、ソフトの販売本数に対して、手数料を求めるということもしないんだよ。したがって、
ハドソンがパソコン業界の慣習に従ってファミコンに参入することも不思議ではないんだ。やがてハドソンのファミコン参入を目の当たりにしたアーケード業界の雄であるナムコもファミコンの独自解析からファミコンに参入を決意する。その後、次々とゲーム会社がファミコンに参入し、ファミリーコンピューターのゲーム市場は戦国時代を迎える。そして、家庭用ゲーム業界の流通のコントロールができなくなった任天堂は、業界での存在感を失ってしまい、そして、新たな天下人が登場する。こういう、シナリオはどうだろう？おお、なんか世界線が変わってしまったみたいだね。シュタインズゲートだね。もし、ハドソンと任天堂の交渉が、決裂した場合の世界を、妄想してみるのも面白いかもしれないね。その場合、勢力図は、どうなっていくんだろうね。そうだね。もしかしたら、セガのメガドライブやハドソンの、PC エンジンが、天下を、取っていたかもしれないね。ちょっと楽しみな世界だね。今回は、ここまで。次回は、任天堂とハドソンの交渉は、無事に終わり、ハドソンはファミコンゲームの、発売に向けて動き出す。しかし、ここで大きな問題が、ハドソンの前に立ちはだかる。ハドソンは、ファミコンのゲームを発売するために、資金集めに奔走することになる。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。